こんにちは、綺麗なルテチャンネルのくんちです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じのハロウィンに使えるヘアアレンジ2つです。まあ、ボブでもロングでもできるヘアアレンジを2つご紹介していきます。で、1つはウサギのちょっと長めの耳をイメージしたアレンジと、もう1つは猫耳のアレンジをご紹介していきます。で、どっちもね、とっても可愛いので、まあ、ハロウィンパーティーの時のヘアアレンジとして参考にしていただけるととても嬉しいです。早速使うものとかも含めてヘアアレンジご紹介していきます。ではスタート。なるてよ。はい、じゃあまず使うものはこんな感じのシリコンゴムです。で、基本的にはこのシリコンゴムだけで完成するのですが、まあ、他に何かゴムをつけたりとかヘアアクセサリーをつけたい方はハロウィンのものを買ってつけて楽しんでみてください。じゃあ早速やり方をご紹介していきます。まずはウサギの耳みたいなこちらのアレンジからやっていきます。はい、じゃあまずはこの髪の毛を分けます。今真ん中に分かれてるのですが、真ん中とあとなんか大体この辺かな、カチカチ噛むと動くこのこめかみあたりの髪の毛と、生え際からだいたい5センチくらいの髪の毛を分けます。で、この時遅れ毛が欲しい方は今のうちに出しておいてください。上に向かって手ぐししていきます。で、三つ編みしていきます。で、この三つ編みはゆるく編んでいくのではなく、ギュッギュッとギュッギュッと三つ編みしていってください。こんな感じで縛れたら毛先を縛ります。はい、そしたらこの髪の毛をぐるぐると巻きつけていきます。で、ぐるぐる巻きつけていくときに上にこうやって巻いていくんじゃなくて、この下にこういう風に巻きつけていきます。ぐるぐる、そうするとね、結構縦長になってくれるので、ぐるぐると巻きつけたら毛先を持ったままゴムで上から縛ります。で、このしっかりとこのゴムが根元にこういう風に引っかかるように縛ってあげます。じゃあこっち側もやっていきます。大体こめかみあたりと前から5センチくらいの髪の毛を分けて上に向かって手ぐしします。そしたらここを三つ編みしていきます。たら毛先を縛ります。毛先縛れたらまたこんな風に下に下に重ねていって髪の毛をぐるぐる巻きます。毛先まで巻けたら毛先を持ちながらゴムを下に引っ掛けてこういう風に縛っていきます。はい、じゃーん、ウサギなのかって感じだけど。そしたらこのままでも可愛いんですけど、ほぐしたい方は少しほぐしてあげてください。で、結構ギュッギュッてやってるんでそんなにほぐれないとは思うんですけど、まあ、少しはこういう風にほぐせると思うので、ほぐしたい方はやってみてください。はい、これでウサギ風のヘアアレンジの完成です。こんな感じでちょっと個性的なウサギ以外でも使えるヘアアレンジになってるかなと思います。じゃあ次、こんな感じの猫耳のアレンジをやっていきます。
はい、じゃあ猫耳のアレンジをやっていきます。猫耳のアレンジはまずこの辺の少なめの髪の毛を少し分け取ります。こんな感じ、適当で大丈夫です。そしたらここをしっかりと硬い感じにしたいのでワックスを手に取ってつけます。はい、でワックスをつけることができたらここも三つ編みしていきます。でこの三つ編みもゆるーく編むのではなくギュッギュッと編んでいってください。こんな感じで細い三つ編みを作っていきます。はい、でこんな感じで毛先まで三つ編みができたら三つ編みを上に持ち上げて大きさにしたいところを調整します。こんな感じなのかこんな感じなのか調整してこの辺がいいなと思ったらここら辺の髪の毛を取ります。でこの三つ編みと一緒に縛ります。そしたらギューッとします。はい、こんな感じ。そしたらこの耳の部分をちょっとここを三角にしてあげるとほら猫耳の完成です。じゃあこっち側もやってみます。そしたらこっち側もさっきと同じぐらいの髪の毛を分け取ります。そしたらまたワックスをつけます。そしたら三つ編みしていきます。これもね、ギュッギュッと三つ編みしてください。はい、できたらこういう風にまた折り曲げてどの辺がいいかなと、この辺でね、やっぱ左右対称にした方が可愛いと思うのでしっかりとこっち側はどこら辺にするか見極めてあげるといいと思います。この辺かな。この辺の髪の毛と一緒に三つ編みを縛ります。はい、でギュ、はい、こんな感じで両方の猫耳完成です。どうでしょうか。この髪の毛が柔らかい方はしっかりとワックスをつけてあげるとこんな風に固まってくれると思うのでぜひやってみてください。でもしこのゴム見えてるのが気になるっていう方はこういうちっちゃいクリップとかでこんな風に、ちょっと紫がなかったんですけど、ハロウィンっぽい色合いでクリップをつけてあげるとゴムも隠れるし可愛くて雰囲気も出るようなアレンジができると思いますのでぜひそのやり方でやってみてください。でこれ私の髪質もあるのか倒しても崩れないので意外とおすすめです。大丈夫ですよね、ほらなるってよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はハロウィンにやってほしいうさぎ耳と猫耳のヘアアレンジをやってみました。とてもね可愛くできるのでお子様にやってあげたりとか1年に1回の行事ですし大人の皆様もぜひやって楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけでまた皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますのでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。